さあ、ここからは今日の川崎競馬を振り返ります。第一レースからご覧ください。収まって枠入り完了、スタートしました。揃った飛び出しです。12頭広がって出ていくのは中ほどから8番のクレールプルネル、外からは10番ゴッドデサフィオ、内目5番のスタギングビスタ、さらには9番ブルベアベージュ、1コーナーカーブに差し掛かります。後ろ広がって3番マリアフィナーレ、4番のリクスコンドル、その外に12番トレバー、続いて1、2コーナー中間を通過していきました。前は9番のブルベアベージュ、10番ゴッドデサフィオ、7枠両頭先頭2番手向こう上面、開いて3番手5番のスタギングビスタ、かわしていく8番のクレールプルネル、接近12番のトレバー5番手、直後は4番リクスコンドル、3番のマリアフィナーレです。少し開いて中段後ろ1番のセイウン V1、11番のファーマスター、あとはばらけました。6番のグランピー、7番のビバアンヌ、離れて2番の札幌ビクトリー最高峰。この辺りで先団固まってきました。3コーナーカーブ、9番のブルベアベージュ、10番のゴッドデサフィオ、その外に12番のトレバー、トレバーが2番手の外、先頭との差を詰めて3、4コーナー中間、離れたのが4番手5番のスタギングビスタ、ムチが飛んで8番のクレールプルネル、あとは離れました。4コーナーから直線、先頭は9番ブルベアベージュが粘る、馬体を離して外から伸びる12番トレバー、2枠を通過、トレバー2番手前との差を詰めてくる、3番手は内から5番のスタギングビスタ、その後ろに8番のクレールブルネル、しかし止まらない、先頭は9番ブルベアベージュ、振り切って突き放して先頭ゴールイン。1レース1着は9番ブルベアベージュ、勝ちタイム1分32秒6、鞍上は山崎誠二騎手です。枠入り完了です。スタートしました。ばらついた飛び出し、4番のアークティアラ、ダッシュつきません。広がって出ていくのは押して7番の銀河レールウェイ、内からは6番のレアリゼシチ、外には8番のサザンローズ、11番シゲルコウモリ、さらには9番のブレイブゼウス、12番のブレイクアンドキル、先団固まりまして5番のマギフィックブリエが直後、3コーナーカーブ、あとは中段後ろに2番のサンダーゼウス、後方勢はバラケ加減、3番のスピードコーナー、10番シスターフッド、離れて1番のフルスロットル、4番のアークティアラ、4コーナーカーブに差し掛かります。わずかに先頭は7番の銀河レールウェイ、4コーナーから直線、追って2番手3番手シゲルコウモリ、ブレイクアンドキル、内を救ってくる6番のレアリゼシチ、200を通過、粘る7番銀河レールウェイ、振り切ってリード2馬身ぐらい、2番手内から伸びる6番のレアリゼシチ、2番手に上がった11番のシゲルコウモリ、3番手先頭は突き放して7番の銀河レールウェイゴールイン。2レース1着は7番銀河レールウェイ、川崎コース初勝利です。勝ちタイム54秒6、鞍上は張田明騎手です。スタートしました。揃って出ました。10頭横に広がって先行争い、外は7番のパーキー、内からは2番のホワイトブレス、間は3番ラップリーダー、内に1番のサノチナ、6番ウォーターリリー、さらには10番アミンと先団を形成、4番のアスラーダ、それから8番のスカイチェイサー、ここまで固まってラチ沿いから差を詰めていく9番の10カウント、ここも前との差がなく続いていきまして、5番のベギノプリティが最高峰、2コーナーカーブに差し掛かります。2番ホワイトブレスがわずかに先頭、2番手7番のパーキー向こう上面に出ていきました、3番手1番のサノチナ、外には6番のウォーターリリー、それから10番のアミン、間突っ込んでいく4番アスラーダ、上がっていきました、内内3番のラップリーダー、あとは中段後ろに8番のスカイチェイサーと9番のテンカウント、依然最後方は5番のベギノプリティ変わりません。固まって3コーナーをカーブしていきます。先頭2番のホワイトブレス、リード体半分ぐらい、7番のパーキーがついていきます。 3,4 コーナー中間、3番手集団固まって10番のアミン、4番のアスラーダ固まりまして、間に6番のウォーターリリー、4コーナー後ろは開いて1番のサノチナ、外にはスカイチェイサー、4コーナーから直線、今度は7番パーキー先頭に変わった、パーキーが抜け出した、追ってくる2番手外から4番アスラーダ、内は食い下がって2番のホワイトブレス、3頭の追い比べ、4番手以下離れて追い込んでくる9番10カウント、先頭は7番のパーキー、盛り返すホワイトブレス、わずかにパーキー先頭ゴールイン。3レース1着は7番パーキー、人気に応えました。勝ちタイム1分33秒1、
鞍上は新原修磨騎手です。入って枠入り完了です。スタートしました。少しばらついた飛び出しになりました。出口が飛ぶのは5番の竜の祈り、内目からは2番の夏早手、間に3番のシップレックビーチ、外からは11番のノブカナロワと出ていきます。続いて先段に取り付くのは10番のルフトバローン、固まった先段12番の小井門も加わって前6頭、1コーナーカーブ開いて中段に6番のトッププライズ、直後は8番セコイア、9番のバジェットライン、さらに後ろの圏内に4番ウルリヒト、1番の竜のレイディー、7番のサンライズテソロ、流れ落ち着いて2コーナーカーブ、2番の夏早手が先頭です。リード体半分、5番の竜の祈りが2番手、体半分差、11番のノブカナロは3番手、外から追い上げていく12番の小井門、内には3番シップレックビーチ、10番のルフトバローン、6番のトッププライズが先段に取り付いてきました。後ろ少し開いて手が動く9番バジェットライン、内に8番のセコイア、あとは後方7番のサンライズテソロ押し上げて後方3投目、1番の竜のレイディー、4番のウルリヒト、1段です。12頭固まって3コーナー、先頭2番の夏相手のリードは体半分、首差を詰めていったのは5番の竜の祈り、3、4コーナー中間、ここで竜の祈りが先頭に変わりました。2頭にぐっと迫ってきた6番のトッププライズ、3頭固まった4番手以下が離れた、4コーナーから直線、外から6番のトッププライズ、先頭はわずかに5番の竜の祈り、竜の祈りが先頭、2番手はトッププライズ、200を通過、3番手以下追い込み勢、1番の竜のレイディー、さらには7番サンライズテソロ、後方からはセコイア、さらに外から4番ウルリヒトが突っ込んでくる、先頭は振り切った5番の竜の祈り、ゴールイン。4レース1着は5番竜の祈り、勝ちタイム1分38秒7、鞍上は古岡優輝騎手です。収まって枠入り完了です。スタートしました。大ダッシュは5番のゴープラチナル、馬群から抜け出していきます。追って2番手は9番のシエルグリーン、直後は10番チェンカーン、11番愛しき思い、12番のシェーンシュタット、内に2番観音ショー、1コーナーカーブ、6番のビルゲート、外には8番のヤマギンバルトロ、1コーナーをカーブしていきます。内内4番シュバルマル、あとは後方ばらけて3番当選イブ、1番の西トレガシー、7番の怪人ビリーブ、2コーナーをカーブして向こう上面、前は2頭が抜け出しました。5番のゴープラチナムと9番のシエルグリーン、開いて3番手10番のチェンカーン、前との差を少し詰めます。後ろは11番愛しき思い、12番のシェーンシュタット、8枠2頭で、さらに後ろ開きました、中段に8番のヤマギンバルトロ、1馬身半差で2番の観音ショー、6番のビルゲート、あとは後方勢4番シュバルマル、追っつけながら3番当選イブ、7番の怪人ビリーブ、1番の西野レガシー最後方、3コーナーをカーブしていきます。前固まりました5番のゴープラジナム、9番のシエルグリーン、そして10番のチェンカーン、3、4コーナー中間を通過、離れた4番手は11番の愛しき思いで4コーナー、その後ろも開いてヤマギンバルトロ、シェーンシュタット、追い上げてくるのはビルゲート、4コーナーから直線、前は粘るゴープラジナムを外から捉えて、10番チェンカーン先頭に変わりました、チェンカーン先頭、うちは盛り返してくる5番のゴープラジナム、2頭を追い比べ、離れた3番手はシエルグリーンに追い込んでくる8番のヤマギンバルトロ、ここで振り切ったチェンカーン、ゴールイン。5レース1着は10番チェンカーン、転入3戦目南関東初勝利です。勝ちタイム1分31秒2、鞍上は三河本範史騎手です。枠入りが終わりました。スタートしました。1番のサンガスペン、スタートよくありませんでした。押していくのは10番のスマートエルサー、11番のビクターゾロ、中からは7番のロードユリシス、3頭の後ろに8番ウラルハーモニー、12番サプライズギフト、1コーナーカーブ、中段は固まって9番エコロジーガール、直後は5番のイグレック、内に2番のダイバサファイア、外には6番エスカマリ、固まって3番君の名は、4番モンジロー、1番のサンガステン、2コーナーをカーブしていきます。先手10番スマートエルサ、リード1馬身半、7番のロードユリシスが2番手、体半分差、11番ビクターゾロ3番手、内に潜り込んでいく8番のウラロハーモニー、1馬身差で12番のサプライズギフト、9番のエコロジーガールと続いて後方集団離れました。5番のイグレック、2番のダイバサファイア、外追っつけながら6番のエスカマリ、さらに後ろ3番君の名は、4番モンジロー、1番のサンガスペン、最後方変わりません。3コーナーカーブ、
先頭は10番のスマートエルサリード1馬身半ぐらい、2番手に内から8番のウラルハーモニー上がってくる 3,4 コーナー中間、食い下がる11番のビクターゾロ外目の3番手、4番手9番エコロジーガールも虎視眈々、前の4頭固まった後ろは離れて7番ロードユリスサプライズギフト、4コーナーから直線、前は8番ウラルハーモニーが先頭に変わりました。内は食い下がって10番スマートエルサ200を通過、外に切り替えてエコロジーガールが伸びてくる、あとは内を救ってくる5番のイグレック、その後ろは離れました。先頭突き放してウラルハーモニー、エコロジーガールが2番手か、内から伸びるイグレック、先頭ウラルハーモニーゴールイン。6レース1着は8番ウラルハーモニー、前走に続き連勝です。勝ちタイム1分32秒4、鞍上は町田直樹騎手です。14頭揃ってスタートしました。まずは6番のアトラクトボイス、内を見ながら町田騎手先行体勢を取ります。2番手以降は広がりましたが、迫ってくるのは11番のキャンビー、あとは内を通って8番カナディアンロブ、さらには9番ラピッドフロー、13番インサイドワーク、外から14番バートハスフロウンで1コーナーカーブに差し掛かります。5番のエイシンビクターが中段の前、それから12番イッツショータイム続いています。若干縦に長い展開、前は2コーナー。先手6番アトラクトボイス、リード4分の3馬身で11番キャンビー2番手、1馬身半差、13番インサイドワーク、内を通るのは9番ラピッドフロー、その1馬身半後方から14番バードハスブロウンと並んでいく5番エイシンビクター、あまり差がなく8番カナディアンロブ、それに12番イッツショータイム並んでいって、中段後ろ4番のハンザ、外側2等番ティーグランパ、後方勢2番のファラウェイ、それから7番ニャンニャンが続いています。内を通って3番カシェル、並びかける1番スタービートしんがり、前は3コーナーに入っています。先頭6番アトラクトボイス、並びかける11番キャンビー400の標識を通過、外を押しているのは13番インサイドワーク、その後ろ内を通って9番ラピッドフロー、並んでいくのは5番エイシンビクター、4コーナーカーブから直線。先頭6番アトラクトボイス、振り切ってリードが1馬身半2馬身3馬身広がっていきます。2番手以下11番キャンビー、内からは9番ラピッドフロー、あとは外から追い込む2番のファラメイ、ファラメイが外から2番手を伺っている、その内目から8番カナディアンロベ、先頭6番アトラクトボイス、アトラクトボイスが先頭でゴールイン。7レース1着は6番アトラクトボイス、人気に応えました。勝ちタイム1分38秒0、鞍上の町田直樹騎手と管理する平田翔一調教師、6レースに続き連勝、今日2勝目です。これで収まりました。枠入り終わってスタートしました。中ほど5番のムーランガジュール、内並んでいく2番のワイプアウト、外からは8番のシュガーダディ、さらには9番のエリオット、前は5番のムーランガジュール花を切っていくか、1コーナーカーブに入ります。6番当選フランクが中段、内を通って1番バシリッサ、あとは3番ハーモニーレグルス、7番ウィーンオーサムで最後方4番ズールボリア、前は2コーナー。先手5番ムーランガジュール、並んでいく8番シュガーダディ、2コーナーカーブから向こう上面、2番ワイプアウトは3番手内目を進んでいます。外から9番のエリオット、外から仕掛けて上がっていく6番当選フランク、前に並んでいきました。前5頭の後ろ1番バシリッサ、それから7番ウィーンオーサム、続いて内を通る3番ハーモニーレグルス、最後方2馬身後ろで4番ズールボリア、前は3コーナー。先頭に2番ワイプアウト、ここで先頭に立って、しかし並んでいくのは8番シュガーダディ、5番のムーランガジュールは交代して、並んでいくのは6番当選フランク、400の標識を通過、その後ろから1番のバシリッサ、さらには9番のエリオット、外から7番ウィーンオーサムで4コーナーから直線。先頭2番のワイプアウト、リードが1馬身半2馬身、2番手以下盛り返す5番のムーランガジュール、外から8番のシュガーダディ、あとは後方から追い込んでくる7番ウィーンオーサム、6番当選フランク、前は2番ワイプアウト、じわじわっと5番のムーランガジュールが差を詰めてきた、8番シュガーダディ3番手の圏内、前は2頭並んでゴールイン。8レース1着は2番ワイプアウト、人気に応え、これで5連勝です。勝ちタイム1分30秒8、鞍上は真島大輔騎手です。6頭揃ってスタートしました。
まず前の争いですが、5番のクラップクラップ花を切っていきそうです。2番手に3番プライムデイ、3番手以下7番人の間ドリーム、これが内へと潜り込んでいきます。外から並んでいくのは4番カルナック、その後ろ間が空きました。後ろの2頭2番ナリノバロンが内、外を通る1番のマイネルジェンマ、前の4頭後ろ2頭に分かれて1コーナーをカーブしていきます。第9競走6頭での競走です。 1,2 コーナー中間に差し掛かって、先頭5番クラップクラップ、リードは1馬身半2馬身ほど、3番プライムデイ2番手、前をばらけまして向こう正面3、4番手は並んで、7番人の場ドリーム、並んでいく4番カルナックが今3番手に上がって前を追っていきます。離れて後ろ2頭、1番のマイネルジェンマ、2番ナリノバロン並んでいます。バックストレッチ半ば、前の4頭ですが5番のクラップクラップリードがなくなって、並んでいく3番プライムデイ、その1馬身後方まで迫っていく4番カルナック、3コーナーカーブに入りました。4番手は離れて7番人の輪ドリーム、遅れて後方2番ナリノバロン、1番マイネルジェンマ、前は3、4コーナー中間から4コーナー、前は3頭が広がってくる。5番クラップクラップ、3番プライムデイ、外から4番カルナック、4コーナーから直線、離れて4番手は7番人の輪ドリーム、前は3番のプライムデイ、外から4番のカルナック、2頭の争いになりました。5番のクラップクラップ現在3番手ですが、外から7番人の輪ドリームが3番手を伺って、さらにその内から2番ナリノバロンも追い込んでくる。3番手以降混戦、3番のプライムデイもう一飛びでゴールイン。9レース1着は3番プライムデイ、南関東初勝利です。勝ちタイム1分43秒8、鞍上の張田明騎手、今日2勝目です。なおこのレース6番に関する馬券は返還となっております。ご注意ください。12頭揃ってスタートしました。まずは各馬の先行ポジション取り、内目から4番のグランギフト、押して1番ライジングサミットが出ていきます。外から当番ヒデノフェリドットが2番手につけて、さらには11番シェナブライト、外目から9番大西アンシェルコーイに取り付いて、外から12番カネショールーイ前に上がっていきます。さらには8番ニッチもサッチも、中段から後ろ6番 TK メイト、2番ヤマニン・リシュオル、外から5番トミケン・エンデレア、1コーナーカーブ、3番エレガンテバイツが後ろから2投目、最後方追走7番ドキドキボーイです。前は 1,2 コーナー中間残り1000を通過、先頭1番ライジングサミット、リードは1馬身半、当番ヒデノフェリドット2番手、さらに1馬身差12番カネショールーイ、続いて向こう正面内に11番シェナブライト、間が空いて9番大西ヤンシェル、固まって4番グランギフト、外から8番ニッチもサッチも、2馬身から3馬身2番ヤマニン・リュシオル続いています。後方から仕掛けて上がっていくのは3番エレガンテバイゼ、あとは5番トミケン・エンデレア、6番 TK メイト、最後方追走7番ドキドキボーイです。前は3コーナー、先頭1番ライジングサミット、リード1馬身半をキープ、2番手が当番ヒデノフェリドット、その後ろは2馬身3馬身台で4着の標識を通過、3番手は12番カネショールーイ、その後方から3番エレガンテバイゼが追い上げる。4コーナーカーブから直線、さらには4番のグランギフト、前は1番ライジングサミットが粘っています。当番ヒデノフェリドットが差を詰めてくる。さらには4番のグランギフトが差を詰めてまいりました。4番手が12番カネショールーイ、前は1番ライジングサミット、外から4番のグランギフトが並ぶが、グランギフト、1番ライジングサミット、グランギフト捉えたゴールイン。10レース1着は4番グランギフト、勝ちタイム1分43秒9です。鞍上の張田明騎手、9レースに続き連勝、今日3勝目です。なおこの勝利で張田明騎手地方通算600勝を達成です。おめでとうございます。枠入り完了、スタートしました。まずは序盤のポジション取りですが、前は横に広がっています。7番のルイド・フィーネ、これが先手を取っていくか、しかし内から1番アトミックフォースも並んでいきます。外は当番名称技師、3頭が広がりましたが名称技師、そして1番アトミックフォース2頭が出ていきました。3番手が7番ルイド・フィーネ、花を切っていったのは当番名称技師です。4番手以下の圏内ですが、外からスーッと9番のエル・デュクラージが3番手に接近してまいりまして、1周目ホームストレッチへ、2番ラッキードリームが続いています。あとは内目を通って
3番アングライフェン、4番時のパイレーツ、その後ろから接近する11番のジュエル、あとは内を通って5番ロードアルペジオ、これに並びかけるのは8番アイアムレジェンド、少し間が空きました。13番外のプライム、1コーナーカーブ、外は14番ジョーダンキング、間を通る12番マイネルサーパスで最後方追走、6番イリオンです。前は残り1000の標識を通過。先頭は当番の名称技師、リード1馬身ほど、2番手から接近1番アトミックフォースで向こう正面、3番手が9番のエルデュクラージュ、間が空いて7番ルイドフィーネ、並んで2番ラッキードリーム、外は11番ジュエル、その内に入って3番アングライフェン、間が空いて4番時のパイレーツ、5番ロードアルペジオ、若干離れまして8番アイアムレジェンド、内を通って13番サトノプライム、後方から6番のイリオン、14番ジョーダンキング後ろから2投目、最後方12番マイネルサーパス、前は3、4コーナー中間へ、先頭に立った1番アトミックフォース、2番手が9番エルデュクラージュ、4コーナーカーブに差し掛かります。3番手がやや離れましたが追い上げる2番ラッキードリーム、4コーナーカーブから直線、当番名称同士は下がっていきます。前は1番アトミックフォース、リードを広げていく、2番手がですが2番ラッキードリームが追い込んで2番手に上がって前を伺っている、3番手が9番エルデュクラージュ、4番手以降離れました。先頭1番アトミックフォース、差を詰める2番ラッキードリーム、1番アトミックフォース、アトミックフォース押し切ったゴールイン。今日のメイン第11レース、勝ったのは1番アトミックフォース、これで2連勝です。川崎コース初勝利、勝ちタイム2分10秒後、鞍上は矢野孝之騎手です。早くも8頭が揃います。スタートしました。まずは先行ポジション取り、内2番のブラーニーキス、外から6番のアーティフィスが並んでいきます。アーティフィスの方が花を切っていくか、前は2頭並んでいく。3番手は7番のクーバー、その後ろは8番のスターリーアイズ、内を通って1番ロッソアモーレ、間が空いて後ろ3頭4番ヒズライフ、後方の一角、内に3番名称荘厳で1コーナーをカーブしていきます。最後方5番のアークエンジェル、前は1、2コーナー中間、残り1000を通過。先頭に立ったのは2番ブラーニーキス、リードは体半分で6番のアーティフィスが2番手、外から7番クーバで向こう正面、内4番手が1番ロッソアモーレ、あまり差がない体勢8番スターリーアイズ、並んでいく4番のヒズライフ、じわっと外から前に上がっていく、後ろから2投目、3番名称荘厳、並びかける5番のアークエンジェル、8頭一塊で600の標識を通過していきます。先頭2番ブラーニーキス、幾分振り切ってリードが1馬身半、2番手が6番アーティフィス、3コーナーに入っています。3番手外目には7番のクーバ、内から1番ロッサーモーレが3番手、2番手に迫って400の標識を通過、あとは後方から追い上げを図る4番のヒズライフ、3番名称荘厳、4コーナーカーブから直線です。前は2番ブラーニーキス、内をつく1番のロッサーモーレ、ロッサーモーレ迫ってくる、外からは6番アーティフィス、あとはその後ろ後方から追い込んでくる3番の名称荘厳ですが、先頭2番のブラーニーキス、差を詰めようという1番ロッサーモーレ、2番手、しかし差が開いた、3番手は6番アーティフィス、先頭2番ブラーニーキスゴールイン。最終第12レース、1着は2番ブラーニーキス、人気に応えこれで2連勝です。勝ちタイム1分37秒に、鞍上は笹川翼騎手です。ここまで今日の川崎競馬を振り返りました。